レザーソールのローファーの先の部分にビブラムの、靴底補修滑り止めシートを貼ってみます。柏の古着屋さんで安く購入したジョンストン&マーフィーのローファーです。でほぼ新品で購入をして、しばらく数回使ったんですけど、どうしてもレザーソールに馴染めず、ちゃんと普段から履いてあげたいので、こういうビブラムのソールを自分で取り付けてみようと思います。靴自体は、もうちょっと何とか使っちゃってるので、レザーソール自体も若干ボコボコもしているものの、ある程度はこうボンドとかでカバーすればくっつくのかなと思ってます。ちょっとやったことがないので、オールソールの交換とかはダナーのブーツとかでやったことあるんですけど、このつま先だけはなくて、あとかかとのこれか、これも交換したことがあるので、同じ方法でやればまあできるだろうなと思ってます。なのでちょっとやってみますね。で、まず普通にレザーソールに接着剤は、靴の交換用などに使われるダイヤボンドを使います。これもアマゾンとか、東急ハンズとかで買えますね。で今回このビブラムのソールはアマゾンで購入をしました。じゃあ早速やってみます。今回購入したこのビブラムの交換用シートはいくつか大きさがあるようなんですけど、これかなり相当大きいので、これで大体の靴は代用できるんだと思います。パッと貼っただけでも相当余る。私これ26センチかななんですけど、30センチとかぐらいじゃないとこれは多分オーバーサイズにはならないので、かなり汎用性があるなと思います。厚みもほぼほぼこれ多分1ミリ、2ミリぐらいですね。なので、履き心地とかにとかシルエットにも大きく影響があるわけではないと思います。こういう感じになるかな。で普通の家庭用のハサミで簡単に切れるので、サイズ調整もしやすいと思います。せっかく貼っちゃうので、できるだけ大きく貼っておいた方がいいのかな、いいんだろうな。なんで今回はこのつま先に合わせて、サイズを決めてみようと思います。だいたいこれぐらいの範囲になりますね。100均で買えるこういうクリップはすごい便利なので、1本2本あったら便利だと思います。大体こんな感じで型取りをしました。で無駄なところを切ってから貼ってもいいんですけど、ダイヤボンドって本当に一瞬でくっついて貼り直せないので、以前こういうのをやった時にきっちり形をきれいに切ってから貼ったら若干ずれてやり直しが効かなくなったことがあるので、切らずにこのまま貼ろうと思います。反対側も型を取ります。
靴のレザーソール側とビブラムソール側にそれぞれダイヤボンドを塗っていきます。縫い合わせた時に方向を間違えるとここが斜めっちゃうので、それを防ぐためにつま先にこう大体の印をつけてみました。これに合わせて接着をすれば、難しいなやっぱ、なんとなく横に平行で一直線に綺麗に貼れるかなという感じです。でダイヤモンド側もどこまで塗るか一応目安として、まあ、一応はみ出たのはなんかこうベリベリって剥がれるせるっちゃ剥がせるのでそこまで気にしなくても大丈夫なんですが、出すぎると後で面倒くさいので大体目安として、これやっぱ湾曲してるんだって貼るのが難しそうですね。こういうつま先とかこの縁が一番負荷がかかって剥がれやすいので、なるべく丁寧に多めにいつも塗るようにしています。多分ダイヤボンドは1本あればギリギリ足りるかなっていう感じですが、途中でなくなる使いようがないの、途中で止められない作業なのでそんなに高いものでもないし、できれば2本用意しておいた方が確実かなと思います。で以前ダナーのソールの交換をした時に、100円ショップで売ってた靴底修理接着剤みたいのを使ったんですけど、すぐ剥がれちゃったんですよね。なのでやっぱりダイヤボンドを使うのがいいと思います。その時も片方ダイヤボンドでやって、片方100均の靴底修理接着剤でやってみたんですけど、ダイヤボンドの方は結局剥がれなかったので、やっぱり品質の違いなのか素材なんか成分の違いなのかは実際あるんだと思います。一応その100均のやつもちゃんとボンドの小西が作ってたやつなので、物自体は悪いわけではないと思うんですけど、多分まあ耐久性とかの違いがあるのかもしれないです。はい、こっちも塗り終わりました。で、ダイヤボンドやっぱりまあ1本今日使ったので、ちょっと多分私塗りすぎなんだと思うんですけど、結構分厚く塗っておいた方が後々剥がれたりの心配がないので、なんか厚めに塗っちゃうんですが、いつも、まあ、1本今日ぐらいやっぱあった方がいいかなと思います。で、これからだいたい 2,30 分ぐらい置いて実際に接着をします。約20分ぐらい置いて、こう触ってもあんまりベタつかなくなったら全然指にもつかない状態ですね。
ここまで乾いたら、貼れる状態になります。なので貼り合わせようと思いますが、うっかりこれ左右間違えると本当取り返しがつかないので気をつけてください。で、本当に貼り直しがダイヤボンドって強力すぎてできないので慎重にやっていきます。まあ綺麗に貼れたかなと思います。で、切る前に一回履いて、きちっと圧着をして、で再度もう一度切ります。じゃ反対側もやっていきます。この最初につけた印をまず合わせて、はい、こちらも貼り付け終わりました。はい、だいたい今貼って、自分の足で履いて、でしばらく歩いたり、裏からこうハンマーで叩いたりして圧着をしました。はみ出てる部分もカットしていきます。カットしました。
そうするとまあこういうはみ出た部分とか若干こう粗い部分とかがあるので、こういうの気になる方はもう一度ダイヤボンドとかあと修具とかで埋めて、最後にサインペン、普通にマッキーとかでいいので、削れてしまった部分とか接着剤がはみ出ててちょっと気になる部分とかを塗って完成になります。若干隙間が空いてしまってる部分があるので、ダイヤボンドを詰めていきます。爪楊枝とかで少し入れる感じですね。若干はみ出てた部分に塗ったダイヤボンドが乾いてきたので、それを接着します。これで、おおむね接着が完了したので、このあとサインペンで、周りを塗って、こういうつま先の部分とかこの、母子球当たる部分とか、この縁の部分ですね、やっぱ剥がれやすいので、この辺とかは、クリップで固定をした上で、しばらく数日、できれば数日放置して完全に乾燥させて固まってから履くのをおすすめします。でこういったあの書類用のダブルクリップとかでも無理やりこうやれば挟めるには挟めるんですけど、結構こっちの皮側に跡が残っちゃったりとかするので、できれば100均のこの後紹介するクリップとか、まあ、靴用のクリップが一番いいんですけど、ね、高いんで、そういうのを使った方がいいと思います。普通に、マッキーで塗ってきます。今結構黄色いのが目立つと思うんですけど、これも専用のなんか、なんていうんだ、塗料みたいなとか売ってるので、まあ、それを使う方が本当はいいんだと思います。なんかこう、なんだろう、ブラシかなんかでザーッと塗れるものが、靴の修理用品として売ってます。こんな感じですね。パッと見はあんまり目立たないと思います。で若干のこのテカリとかは使っていくと普通に摩耗、なんていうの、こう摩擦とか擦れてテカリは消えていくので、でまあこうやっぱり近づいてみるとガタガタなので、そもそもそういう実用のために私は自分でやっているので、やっぱりこれをお店で出すように完全に綺麗にするっていうのは、こう綺麗にならす、なんていうんだ、ヤスリをかける機械とか、ああいうのが必要になってくるので、まあ、完全に綺麗にっていうのは難しいです。ただこうやっぱりパッと見でそんなに気になるものではないし、これぐらいで自分でできるのがいいのかなと思って私はやってるので、こういう色付けもサインペンとかでやっちゃいます。なのでその辺はまあこの動画参考にしていただいて、こんぐらいなんだなっていうのを分かっていただいた上で、お店に出してももちろんいいと思いますし、自分でやってみようかなっていうのも両方ありだと思います。なんかそれを比べるものでもなく、それぞれの一長一短があるのかなと思います。最後にこういったところちょっとカッターで切り落として、クリップで固定をして数日後完成になります。こんな感じで本当に面倒っちゃ面倒ですけど、自分で貼るっていうこともできます。あとはまあこう細かい部分は気になるようであればヤスリとかをかけると綺麗に取れますね。
いや、あと、さっきこのソールを貼る前に本当はヤスリ掛けをした方がいいんですけど、今回は私は掛けませんでした。まあ忘れてたっていうのもあるんですけど、本当に新品とかだと革の方が綺麗すぎて、凸凹があった方が接着力が上がるので、ヤスリ掛けは必ずした方がいいと思います。で、一応まあこれで完成ということで、もしやってみようかなという方がいれば、ぜひ参考にしていただければ幸いです。一応完成、最後にざっとお見せするとこんな感じですね。本当にちょっとこの辺のテカリとか、デコボコみたいのは履いていくうちに馴染んでいくので、その辺はちょっと細かいところは気になるかなと思いますが、まあ、パッと見そんなに失敗ではないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。